アメリカ・アトランタでバスが乗っ取られ、パトカーとカーチェイスを繰り広げました。現地メディアによりますと、11日午後、アトランタの中心部で、バスから銃声がしたとの通報があり、警察が駆けつけたところ、バスが突然動き出し、パトカーが追跡を始めました。男が運転手の頭に銃を突きつけてバスを乗っ取り、ラッシュで混雑する高速道路を車を押しのけながら逃走を続けました。その後、郊外でバスは止まり、39歳の男が身柄を拘束されたということです。バスには運転手と乗客合わせて17人が乗っていて、1人が銃で撃たれ、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。現地警察によりますと、男は19回の逮捕歴があり、事件の詳しい経緯を調べているということです。ラッシュアワーで混雑する中、1台のバスが走っています。すると、前に止まっていた警察車両に衝突して押しのけると、そのまま走り去ります。実はこのバス、男が運転手の頭に銃を突きつけて乗っ取っていたのです。多くの警察車両が追跡し、バスは郊外でようやく止まりました。身柄を拘束されたのは39歳の男です。バスには乗客と運転手合わせて17人が乗っていました。残念なことに、銃撃によると思われる負傷で1人が死亡しました。警察は死亡した人物の身元を明らかにしていません。捕まった男には19回の逮捕歴があるということです。